本日はクリエイティブワークショップの第1弾としまして、ハワイナック製作者様にご協力をいただきまして、この後ですが、ミヤドの解体&調律ショーを開催してまいります。さあ、それではハワイナック製作者の秋坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。私、ピアノの会社の、河合楽器製作所から参りました。本日は、ピアノ解体ショーを、実施いたしますので、どうぞ、お楽しみくださいませ。早速、解体していきたいと思います。では、ちょっと屋根から外していきますので、ちょっと様子見守っててください。ご覧になりますでしょうかね。こちら、モニターに映しておりますので、ちょっと、2階の方からもちょっと見にくいですかね。見えますかね。ですかね、こちらで、中身を解説しておりますので、ぜひご覧になりながら、お付き合いのことをお願いします。早速、中身が見えてます、いろんなパーツが見えると思います。何やらこう細長い、ワイヤーのようなものが貼ってあったり、でその先には何かこうよく見えないですね。まだまだちょっと解体が必要かと思いますが、ではちょっと加藤さん、鍵盤をちょっと押さえてみてください。なんか音を出すと、白いパーツがペコペコ動いてます。これ何でしょうね。ではもうちょっと解体していきたいと思います。では続いて、鍵盤の横のパーツを外していきたいと思います。はい、こちらのネジ大きいですね。大きいですね。こんな形をしています。はい、こちらのネジですけども何かに見てください。あ、ミッキーマウス、ミッキーマウス見てます。こちら本当にですね、ミッキーマウス似てるので、外国では、ミッキーと呼ぶことがあるパーツのネジです。はい、では次に、鍵盤の横のパーツが外れました。シゲタさん、この開いてるところを見せてください。こちらですね、鍵盤の横についているこのパーツを拍子木と言います。こちらですね、今ではちょっとあまり、見られないかもしれないですけども、夜に火の用心、カチカチ、マッチ一本、火事のもとと言って、見回りをしていることがあります。あの時の標識と一緒です。と言いますのが、こちらのパーツですね。こう、わかります。ちょっと空中でやってるので合わせづらいんですけど、これぴったり合うんですよ。ぴったり合った状態を、機械で切断してこのようにしているので、標識と言われているという説もございます。諸説ありますので、一応私どもはそういうふうに考えております。では次、鍵盤を外していきましょう。はい、これ結構重いです。一人でやってますけども、私ちょっとやる自信はありません。はい、30キロぐらいです。30キロぐらいです。はい、部屋の中に出てきました。さっきぴょこぴょこ動いていた、白い、パーツの正体、こちらです。はい、ちょっと鍵盤を叩いてぴょこぴょこさせてみてください。はい、こちら、この白い部分、ハンマーと言います。先ほどはこのハンマーがポコポコ動いて、ワイヤー状の弦ですね、弦を、叩いて、音を出しておりました。今はもちろん上に弦がないので音は出ないんですけども、これが、ハンマーですね。この白いパーツがハンマーです。羊の毛はふわふわとした毛なんですけども、こちらを何トンもの力でギュ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 ッと圧縮して、板状にしまして、そして木に巻きつけて、成形したものがこちらになりますね。この白い部分、
が、この羊の毛のフェルトでできております、はい、では次、鍵盤をちょっと落としてみてもらえますか。はい、あ、皆さんなかなか横から鍵盤見ることないと思いますけども、上から見ると、白い鍵盤と黒い鍵盤がありましたが、横から見るともうちょっと下の、そうですね、この辺、はい、木でできているのが分かります。この辺木です。で、鍵盤の表面に、白いものが貼ってあって、黒鍵もですね、黒く塗ってあるんですけども、黒い木が上に乗っております。高級なものですと、この白い鍵盤の白いところですね、象牙、象さんの牙ですね、が使われていたり、あとは黒鍵ですと黒炭という、硬い木が使われることがあります。ただ、大変希少な、部材でして、であとは象牙とかは、法律の関係もございまして、規制がありますので、一般的には、樹脂素材が使われております。この、白と黒の鍵盤ですね、今見えている模様が逆転しているものが、ピアノのご先祖様にありますので、もし図鑑とかですね、あとこちら浜松市の方には、楽器博物館という大きい博物館ございますので、そちらにも、あると思いますので、ぜひ探してみてください。はい、では次、もう一回ちょっと弾いてみてください。じゃあ先ほどそのピョコピョコ動いてたところと違って、黒い部分があると思います。なんかすごい複雑な動きしてます、ね、カシュンカシュンって感じで、こちらですね、全体アクションと言います。こちら、木材、金属、合成樹脂、羊毛フェルトなどが使われていて、まあ、複雑な機構になっているんですけども、調律の時とかはですね、こっちとかをここら辺を、調整することによって、いろいろ弾き心地だったり音色だったりが変わってきます。はい、では中身の説明は、以上ですね。ちょっと違うの分かりますか。高音側の弦の方が、短くて細いです。で、低音側の弦は太くて長いです。で、この、弦はですね、1本あたりだいたい80キロぐらいの張力がかかっています。で、この、弦がですね、低音側は、1本だけなんですけども、高音に行くにつれて弦の数がちょっとずつ増えてきます、ですので、全部で、全体でですね、張力が20トンほどにもなります。20トンすごいですね。なかなか耳にしない言葉ですけども、次この金属の部分ちょっと見てください。金属の部分、こちらフレームといいまして、先ほどの、20トンの張力を、支えているパーツです。100キロぐらいです。100キロって言ったらどうですか、お父さんの体重よりは上かな。私、まあ、70何キロぐらいなので、まあ、もうちょっと 1.5 倍ぐらいですね。 1.5 倍ぐらいの、重さです。こちらが、ピアノ全体大体300キロぐらいですので、300キロの中の100キロぐらいのフレームが、100キロぐらいの、重さを占めております。はい、では次ちょっと下からちょっと潜り込んでいただいてみますか。奥の方に見える木の、肌が見えると思うんですけども、こちら、響板と言います。こちらですね、1センチぐらいの厚さの木を組んで、平べったくして、作ってある、パーツなんですけども、こちら、スプルースという木を使っています。アメリカのアラスカ州やカナダなどちょっと寒いところですね、ちょっと寒いところの木で、ピアノは、できています。形としてはですね、クリスマスツリーのような形をしていますね。モミの木みたいな、あんな感じの、形をしています。で、この木を、切ってきてですね、すぐ使うわけではないんですね。切ってきた木は水分がすごく多いです。
と言いますのが、皆様もあのキャンプなどで、焚き火で、火を拾ってきてですね、あの火つけたことないですか？なかなかつかないじゃないですか。あの切った木は水分がすごく多く含まれているので、火がつかないです、音もですね、それと同じことが言えまして、切ってきた木は水分が多く含んでいるので、音がなかなか響きにくいです。ですので乾燥させる必要があります。で、ピアノでは、短いもので1年、長いもので5年、もっと長いものになると10年ぐらい乾燥させて、それから、ピアノに、していきます。ではですね、ちょっと、実験をしてみたいと思います。響板が本当にその音を響かせるのかというところなんですけども、ここに用意したのがオルゴールです。はい、オルゴール単体だと、このぐらいの音の大きさです。では響板にくっつけて、聞いてみたいと思います。どうですか、わかります、わかりますか？ちょっと小さくて聞こえにくいですかね。どうですか、違いが分かりましたでしょうか？大丈夫ですか？ちょっとね、小さかったんですけども、オルゴールを響板に置くと、音が大きくなりましたね。これが、響板の、効果。はい、ピアノの解体については以上なんですけども、ちょっとせっかく、珍しい職業もですね、調律師が来ておりますので、ちょっと話を、伺いたいと思います。ちょっと準備しますので少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。本日はですね、調律師のちょっとお仕事について聞いてみたいと思います。改めまして加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。静岡市から来ました、静岡店の調理スタッフの加藤と申します。普段は静岡市、富士市富士宮市の中東部エリアの外回りの調理するようにお客様のご宅へお伺いして、自宅のピアノの調整調理する仕事をしております。今日はよろしくお願いします。はい、加藤さん、調理師さんってですね、たまにピアノのお医者さんっていうふうに聞くこともあるんですけれども、実際にそのご家庭に行ってどんな作業をされているんでしょうか？はい、じゃあちょっと簡単に説明したいと思います。基本的に調律、お客様のご自宅でする作業は4つの作業が基本的に分かれます。まあ、一般的に音を合わせてるだけって思われがちなんですが、基本的には4つに分類されます。1つは今からちょっと実践するんですが、音を合わせる調律という作業で、2つ目が音色の硬い柔らかいとかを調整していく声音っていう作業で、3つ目がタッチの重い軽いばらつきとかを調整していく声調という作業で、4つ目が故障とかを直していく修理の4つに分かれます。で、もう1つ分類上は分かれどこに属するか分かんないんですが、あとはピアノを分解してサビを取ったりとか掃除機をかけたりとかの作業に分かれていきます。なるほど、ありがとうございます。大きく分けて、4つ、内視つつという調律、静音、静聴、修理で、その他、じゃあ実はですね、先ほどちょっと加藤さんちょっとフライングで言ってしまったんですけども、今からちょっと調律の、ね、様子を見たいと思います。実はですね、このピアノ、1音だけ震わせた音があります。どこがちょっと変な音なのかちょっと聞いてみてください。
皆さん分かりましたか。途中でこうズコってなるような音が一箇所あったと思います。こちらの音を今から加藤さんに直してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クルッと音を直していくのに必要なものはこちらのチューニングハンマーというコードになります。見えてますかね。はい、こういう L 字型のコードになります。これ一つで3万円ぐらいするのかな。はい、寄っていただくと分かると思うんですが、弦を止めているここですね、チューニングピンという部品になります。言ってしまえばネジみたいな部品になってて、そこに弦が巻きつけてあります。3周か4周巻いてありまして、これを緩めるとネジみたいになってますので、回して緩めると音程が下がっていきます。で逆に引き締めていくと弦が手前に来ますので、音程が上がっていくような作業になります。今日は事前にこの、皆さん分かりましたかね、その音がすごく汚い音になっています。事前にこのその音の弦をすごく緩めましたので、今こういうのが気持ち悪い音になっています。早速このチューニングハンマーを使ってチューニングピンを回して音の調整をしていきたいと思いますので、ちょっと見ていただければと思います。今すごく緩んでいる状態です。これをこのような姿勢でチューニングハンマーを手前に引いていきますと音が変わっていきます。ちょっと変わっていく様子も見ていただければと思います。難しいかなと思うんですけども、こちら、どんな作業なんですか。じゃあ早速実践していきたいと思います。先ほど解体した時に、カメラでこちらの方に映っていたと思うんですが、弦の高とハンマーの方を調整して音を整えてあげる作業が静音っていう作業になります。こちらの弦を叩くハンマーの、音色の高いとか柔らかいとか、人の声が皆さんそれぞれ違いますよね。ピアノ声が一台一台変わってきて、そのまま弾いていくとどんどん音色がバラバラになっていってしまいますので、一通り綺麗な音色に揃えてあげる作業を静音っていう作業になります。でどのように作業をしていくかと言いますと、こちらピッカーという針が頭についています。これを先ほどの弦を叩くハンマーの方にこのような形で針を入れてあげて、羊の毛でできているフェルトなので、こちら針を刺すと引きほぐれていきますので、それで音色が柔らかくなる、硬くなったりとかっていうのをハンこちらのピッカーを入れる角度の深さによって調整していきます。はい、静音、なるほど、ピッカーという針を使って、ハンマーを刺して柔らかくしたりして音を調整していくということですね。あ、実際やってもらってますか。ちょっと見えますか。実際に針刺してますという感じで、針を刺してほぐしたりして、このほぐし具合で、音色が変わってくるので、大変難しいということで、でもこれ考えたらですね、ハンマーが88個ありますよね。だから全部やっていかなきゃいけないんですよね。この全部やっていったら一体どれぐらい時間になるんでしょうか。はい、基本的には調律の作業とセットで実施していることが多いです。一般のお客様ですと調律に基本的に1時間ぐらいあります。そこから調整、静音という作業をしていくとプラ
水に時間ぐらいかかって3時間ぐらいかかったりとか、工場とか工法とかだともっと時間をかけて1日だったり数日かけて作業していくこともあります。では次、最後の成長というのはどういった作業なんでしょうか。はい、じゃあこちらも説明していきたいと思います。先ほどこちらハンマーの下のアクションという部品を動かした映像を多分今も映っていると思うんですけれども、こちらのアクションの方も部品がすごく多くてですね、こういうところに穴が開いてたりとか、ちょっとめくってみるとこういうところにネジがついてたりとかします。で、ここを調整して何が変わっていくかといいますと、ピアノのタッチ、弾いた時の感じが軽くできたり重くできたり、ばらつきがあるものをこちらの均一に揃えたりとかっていう風な作業ができます。皆さんもお家のピアノとか他の例えばホールに行った時とかにタッチが重くて弾きにくかった、逆に軽くていつもの通り弾けなかったとかっていう風なことを感じていらっしゃる方とかも結構多いと思います。このあたりお家のピアノとかに関しては調律さんにここをこのように軽くしてほしい、重くしてほしい、できればもっと早く弾けるようになりたいみたいな要望を伝えると、それに応じてベストな状態に調整してくれることもできますので、ぜひちょっと頼んでみていただければと思います。なんで加藤さんは調律師になろうと思ったんでしょうか。はい、僕も幼少の頃ピアノはずっと習っていたんですが、その時はいやいややらされていたような感じで、あまり音楽自体は好きじゃなかったんです。それは高校生の時にすごい有名な作家の久石譲さん、ジブリの音楽とかで有名な方なんですが、その方のピアノソロアルバムを聴いた時に、あまりにも、楽曲ももちろん素晴らしかったんですが、ピアノの音色に度肝を抜かれまして、それでこのようなピアノの音作りに携わる仕事をしてみたいなと興味を持ったのがきっかけで今に至るような形です。なるほど。以上でちょっと調律師のご紹介は、終了させていただきます。これにて、河合楽器のピアノ解体ショーを終了とさせていただきます。ありがとうございました。